東京北部郵便局は、埼玉県和光市にある、一般客向け窓口や ATM が設置されていない、タイプの郵便局である、地域区分郵便局。住所、埼玉県和光市にいくら5丁目7番5号日本郵便は、減少に、歯止めがかからない郵便とは異なり、ネット通販などの普及に伴って成長が続く。 u ーパック事業の業務を効率化するため、2018年度までに全国20カ所に巨大拠点となるメガ物流局の建造を計画しており、その先駆けとして建設された。埼玉県内に所在するが、新東京郵便局と東京多摩郵便局で行われていた都内地域区分業務の一部を移管するため、埼玉県内の地域区分業務は行わない。 局番号も埼玉県ではなく、東京都の01797が用いられている。同様のケースとしては、新岩月郵便局の前身である、郵便事業株式会社埼玉ターミナル支店の例がある。新たな東京エリアの地域区分郵便局を設置。日本郵便株式会社。2015年7月14日閲覧。日本郵便、東京エリアを受け持つ。 新たな地域区分郵便局を開設へ2015年7月14日、閲覧。当該地の郵便番号は351-0115である。埼玉県の局番号は 03xxx14xxx である。東京都の局番号は 00xxx01xxx13xxx である。 一時期千葉県の田市に所在したことがあったが、同県内の U パック区分を行わず、埼玉県内の区分のみを行っていた。局番号も埼玉県の零三六三六が用いられている。千葉県の局番号は零五 XX10XXX である。窓口に差し出された郵便物はこの限りではない。最寄りの窓口業務を行う郵便局は、 同市2倉3丁目の和光2倉郵便局である。注目の物流センター、日本郵便、東京北部郵便局。2015年7月14日閲覧。ありがとうございます。